おはぎ新しい時代、おはぎ攻撃かわされ、おはぎチューパばっかりの大概にこの胸はち切れそう。ならばならばと。やばいの来たぞ、いよいよ。まあ、ならばならばですよ。ここまで3勝、順調に勝ってます。ということで、ならばならばと、こういうことですよね。これもしかしたらね、負けるかもしれんな。本当におはぎ勝てる要素ないな、これ。最強魔王爆弾。これは、やばいな。これはおはぎの苦手な部類なんですよ。で、この、レジェンド魔王っていうのは、使用上、HP が高いわけじゃないですか、まず。で、魔力の溜まる速度、まあ勇気ですよね。SP が使えない代わりに魔力の溜まる速度が他のモンスターマスターとかに比べてちょっと早いんですよ、使用上。これがまずくって、とどめの一撃の総裁に持ってったら、まず勝てない。こっちが勇気を溜め切って、あれ、しかもなんか傷つきが早くない？これ大目玉に行くね。お、ギズモなんだ。あ、でもギズモ 140？ ちょっと待って、ひどい。え、あ、無理じゃね？あれ？これ無理な気がする。何がきついかって言いますと、あともう一つこの武道には厳しい点があって、切り裂きピエロがいることですね。切り裂きピエロっていうのは、まずギズモのデインが効かないんですよ、あんまり。耐性持ちなんですよね。で、さらに判断力が高いんですよ。これ判断力ってよくちょこちょこ言いますけど、まあテロップで出してるわ。これ判断力が高いことで何が起こるかっていうと、二人が逃げてるにもかかわらず、こうなると。二人が逃げているっていう、固まってる、食らわないっていう状態を判断して、ギズモに転移を打つっていうことですよね。なんで、まあ、マジで刺さってないっす、これ。マジで刺さってないっす。で、悪夢もそこそこ強い技。55。なるほどね。さあ、で、デインはもう誰に打ってもダメですよ、これ。ちなみに、ムドもダメですからね。これ、ほぼほぼ詰んでいるみたいな。なんかね、ほぼほぼ詰んでるみたいなもんですよ。ぶっちゃけ言うと詰んでます、これ。相手としてはかなり詰んでる。4戦目で出てくる相手じゃねえな。もう動画終わらせに来てんじゃん、お前。動画終わらせに来てるぞ、これ。ちょっと動画終わらせんのやめろや。勝ち筋は、勇気を早く溜め切ることなんですよ、こっちが。無道より。SP カードを使ってね。ただ、アストロンやヒットアンダーウェイっていうのは、普通の攻撃より勇気の上昇量が少ない。そういう特殊な仕様があって、会心出してようやく通常とトントンぐらい。会心の一撃出してようやく勇気の調整量は普通のモンスターぐらいみたいな、そういうレベルなんで、勇気も溜めにくいわけですよ。で、こうなるわけですよ。ちょっと待って、きつい、これはきつい、やばいの来ちまったな、これ。ちょっと待って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 、ギズモがデインで打ち抜かれ、図なんて見たくない。ほら、向こうもう半分ですよ。そうなんだよ、向こうはね、マイクの溜まりが早いからな、使用上。レジェンド魔王 SP 使えた代わりに。で、こっちは全然溜まってないし、うわ、もうダメだ、ダメだ、これは勝ち筋が見えねえぞ。え、これ、SP 勝ち筋ゼロじゃないの。え、絶対勝てない相手、もしかしてこれ。俺4戦目で絶対勝てない相手を引いてしまった、もしかして。レジェンドマンなんか使うかって思った魂胆でさ、出したらさ、もしかしてさ、桁違いの怪物をバトル相手に選んでしまった、俺もしかして。終わったね、ワンチャン削り切れるか、ワンチャン削り切れるのか、アストロンたちが頑張れ。あーでも、あーまあ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 、そうか。ギズモだね。もうこの金崎君たち、レイン全然外しませんよ、ほら。さっきなんか死神の記事なのさ、よくわかんない連中はさ、こうやって、アストロンとか言っとったのにさ、全然狙わないですよ。これですよね。判断力の使用を理解していれば、おはぎは対応できます。判断力の使用を理解してないね、ギガンテスト使ってると、こうなります。ギガンテスとかには強いんだよ。そう。だから、さっきも言ったけど、小学生相手にこれで使ってた人っていうのは、いわば、勝利数を稼ぎたい初心者殺しなんですよ。これ。ぶっちゃけ言うと初見殺し。俺からして、するとね、おはぎっていうのはね、初見殺しのイメージしかないんだわ。マジで初見殺しなんだもん、こいつやってることが。もう厳しいじゃねえか。え、どうすんだ、これ。え？光の玉でたまんないじゃん、絶対。光の玉でたまるわけないじゃん、これ。光の玉たまんないのに、向こうさ、もう勇気たまっちゃうよ。このターンで、多分。このターン、向こうの勇気もたまるし、こっち光の玉使ったらさ、シングルを使って勇気たまるわけないじゃん。終わらせに来てない、この動画を。あれ、この動画終わっちゃうで。
もうきつい、もうきついな。一時あんなに頑張って、なんかさ、過去の動画で俺おはぎ使ってたような気がする。いつの動画だっけな。過去の動画でさ、おはぎ使ってたじゃないですか。あの時なんかさ、うわーってなってたのにさ、なってたのにこれよ。あ、勇気たまんねえ、一応こっちは。一応。たまるけど、お前ら何してんだよー。なんでお前ら電撃放射とか、SP 使ったたんね、特にこれ電撃放射の時は目立つからしゃあないけど。おーい、12.5%。おい、12.5% 何回引くねん。いいって、その 12.5% がさ、そんなポンポン引けるんだったら、なぜあの動画で引けなかったんだよ。なんであの挑戦でさ、引けなかったの。終わっちゃう。確定で、お前の未来は死だ。あは、もうダメだ。もうダメだよ。あ絶対勝てない相手じゃん、これ。もう分かったわ。お、これ絶対勝てない。無理や。さあ、苦手な相手その2といえば、舞踏家ですね。そう、舞踏家です。先ほど話にも出ましたけどもね。多めで、まあ、はぐれメタルの素早さは、まあ、200弱。まあ、はぐれメタルは、まあ、300ぐらいいくんですけど、その中で、まあ、唯一、まあ、持ってきるわけですよね。唯一舞踏家だけ、そのアストロをハッキングダウンに割り込むことがね、結構現実的になるっていうあのタイプの、人型モンスターになりますね。人型モンスターだから主人公にはね、実は結構厳しい説があるんですよ。というわけで舞踏家がやってまいりました。舞踏家聖剣好きがね、決まるかどうか。おーあれまあ素早さがね、もう、あーいいね。これはいい、熱い勝負になるか。ワンチャン熱い勝負になるね。で、聖剣好きわかんないよ。もしかしたらギツモに当たるかもしれないからね。さあ、聖剣好きは誰に行く。あれ誰もいない。武闘家は判断力、あ、判断力悪めだから、まあこんなもん、あ、これはでも逆に勝てんのか。デインが効く、うわーっと、デインが効いてしまうぞ、あまりにも。あまりにもデインが刺さる相手だ。さあどうなる、この一旦大事だね。返せるか、ここ返したいところだね。おー、いいね、賢い、キラマシン3賢いね。おー、いい、ギズモの打撃耐性の動きは160出ても十分でしょう。まあギズモ打撃耐性ね、めちゃくちゃ硬いタイプなんで、まあ仕方ないんですよ、これが。あおい、61、そして私は押し間違えた、なんと、ここにガバ発生、ガバ発生。なんでガバ発生で笑ってんすかね。まあまあまあ、どうせ大丈夫でしょ。大丈夫でしょ。多分そのね、今回のバトルは勇気溜まる前に終わるよ。さあ、削り合いになりますよ、こっから。この一旦大事。あ、割り込んだ、来た、一撃滅殺、聖剣好き、おぉ、ギズモだったか、そこは大目玉やったら。そこは大目玉やったらね、マジでいけてたね。あ、でも、キラマシンスリー動いた。これはこれ多分、いったんじゃない、あれで。あ、でも必殺技でいったらもう勝ちだよね。これね、武闘家が必殺技すればもう勝ちだわ。って、こっちも持ち間違えたわ。画面見てたらこっち、どんどんがばくなっていく、プレイが。多分次のターンで決まるね。次のターンでこっちも攻撃 SP を打ってみたいになるよ。あ、待って、これさ、俺気づいた、デインでしょ、519でしょ。あ、終わったじゃん、あれ終了してない、わかんない。さあ、ここで氷の刃真横切りで勝負したけどね。ここで螺旋劇すれば勝ってたかも、無糖化。でも現実は無常、ああ無常。じゃあ、ラストバトルです。これで行きましょうよ。まあ、この戦いはやらないといけないなって思って。大会でさ、上位に並びまくった2チームが戦えばどうなるかっていう光景は、お届けしないわけにはいかないよね。でも、これはマジでどっちが勝つかわからんけどね。でも、バトマスデンタリッチだから、スターフレアは、バトルマスターとナイトリッチっていうのは判断力が高い部類なんですよ。つまりこれはどういうことかって言いますと、ギズモ、この大目玉や励めたら固まってるとか逃げ出してる中、ギズモを狙う可能性が高いわけですよね。ナイトリッチやバトルマスターは。だから打点的には取れるんじゃないかなと思うんですよ。おっと、ここでなんと特技カード、特技カードはやばいな。え、特技カードやばくね、アストロのヒットの上も。ここで盾がぶっ刺さってるね。
さあここでバトルマスターも速度が速いからね、もしかしたら割り込んでくるかもしれないね、ヒットアンダーウェイアストロ合戦に。さあちゃんとギズムを狙う。これは圧倒的かな。バトルマスターの判断力はね高いもんね。多分ちゃんとギズムを狙えるんじゃない。うわー、おお、ここで受ける。30回数 30% 生かしていけ。ここで回数 30% 生かしていく。さあ、こいつは論外です。判断力ゴミです。ほらね、どこに行っとん、どこ、ただ回ってるだけやお前。でデンタリッチのさらにブルがあるとすれば耐久も高いじゃん。その言わんこっちゃない耐久がさ、これはねデンタリッチ勝てるんじゃないかな。耐久も高いわけじゃない、 HP3000 超えかつね、高い耐久力持ってるわけじゃないですか、デンタリッチっていうのは。だから光の弾とか逃げ切ってさ、先にとどめ打てるし、判定に持っていくとしてもこっち勝てるんじゃないかなと思っちゃうね。さすがに傷も厳しいのかな、おはぎ厳しいかな。てかそれだけてか初見殺しだって言ってんだよな。ただ何回も言いますけど、このパーティーのイメージ、僕からすると僕からするとこのパーティーのイメージは初見殺しなんで、ガチじゃないんですよ。ガチと、まあ、ガチっちゃガチだよ。モンスタースペックは高いからね、みんな。ただ、初見殺し感が強いから、勝てないかもね、これ。明らか今日、なんか、無道みたいなもんよ。絶対勝てない。無道みたいな感じで、絶対に勝てない相手って言った方が正しいのでは。バシバシ食らっていくな。30% 回数どこ行ったの？置いてきたのかな。ギズモのマスターのブースケアも変えてくるとまたちょっと違ってくるのかな。プラチナキングとかね。プラチナキング、ドラゴンオーブあたりがね、結構主流なんですけど、まあ、ゴーストも主流かな。まあ。だからそれで変わってくるかもしれないね。で、いいんで、これ、ほら、打点が取れないもん、こっちは。今回、ガードされまくってるし。今回、何がまずいかって、ガードまでされまくってることなんですよね。よりによって、おぉ外れたんかい。この画面をお送りし続けてますから、ね、僕。ちなみに、この画面を僕、お送りし続けてる時にね、気持ち悪いっていいですか？なんだこれ。この画面を送り続けてる俺の気持ちはね、なかなか悲しい。おぉアストロヒット、アメイに割り込んできた。変わり映えしたね、画面が。ここで決まるな。いや、これは、おはぎ。お前、初見殺しだ。あ、これ、痛恨カーマスが。あ、大丈夫だった。いやー、もうきついね。だって、次、ギガスラで終わりやで、ね。いや、きついっていうか、もう、だって、ギガスラで終わりよ。これ。攻撃系で終わるよ、君。まあ一応ですね、お互い使ってないんで、賢者の視点として遅延に持ち込むことはできるんですけど、そうした場合、はぐれメタルやね、お目の前の電撃放射なのにね、ガトニガタクなのに化けてしまって、結局削りられるって可能性が、まあ高いんですけどね。おーくだまー君なんかしたか、この戦いで命中率低いとワイヤーヒットアンダイマークストロンも。これはもうきついな、もうきついか。だってもう勇気的にも絶対勝てないぞ。これはもうホコタテでもう完全にホコが勝ってるやつだ。さあ賢者の人ギガスラで偶発いきましょう。まあ、このパーティーはねラビエルとかしても意味がないんで、アストロンやヒットアンドウェイで解除されちゃうんで、ラビエルしても賢者の石が一番最適解ですかね。さあこのターンに向こうがギガスラッシュギガデインを選択したわけですよ。あと170削られて終わりです。おはぎ道を見せられるか、おはぎ道を見せられるか。なんとギズモが走り出す、デインを打つ。 でも勇気絶対向こう溜まっちゃうって、勇気の溜まりが向こうの方が異常なんだって。ああ大目玉だ、しかも。やっぱり初見殺しだったよ。